自民党の泉田裕彦衆院議員が星野伊佐夫県議から裏金を要求されたと告発した問題、泉田議員は星野県議が虚偽の話をしているとして改めて除名を求める考えを示しました。一方、自民党長岡支部は泉田議員の獄支部長の解任を申し入れました。今回のですね、総選挙におきまして2,000〜3,000万円の裏金要求をされました。そんなこと発言ない。これは泉田さんが自作でしょうね。裏金要求をめぐる問題で真っ向から対立する自民党の泉田裕彦衆院議員と星野伊佐夫県議。今月3日に会見を開いた星野県議が強調したのが、裏金という言葉、文言、これだけは許せない。裏金という言葉を発していないと主張。しかしこの発言に猛反論したのが泉田さんです。裏金っていうのは収支報告書に載っていないお金を裏金と言うと思います。したがって秘書にも言ってはいかん、腹一人の腹に納めてお金を出したら裏金になると、これ以上の解釈はございません。実際に2人のやり取りを記録した音声データには、中野さん、この話は、もう早く言えば、国にも言ってはならない。あんたも処理。処理の腹。処理の腹にして、誰にも言っちゃわないんです、これは。この話は。でも、まかないとダメなんでしょ？まくというのはばらまくじゃねえし。自分社のチクチクのね。この発言の真意を改めて星野県議に正すと、秘書には言えないお金っていうのは裏金しかないだろうっていうような話なんですけど、ダメですよ。いや、収支報告に載せないお金を求めたっていうことではない。求めていないとあれだけ言ってるでしょうが、全部作文された言って、それは絶対違う。違うし、作文、泉田さんの作文だったと繰り返した星野県議。2人の意見の食い違いに、今回の選挙で泉田さんと戦い自民党5区支部長の経験もある米山隆一衆院議員は、どっちも真逆なことを言ってるので、どっちが本当かわからないので、ちょっと何とも言い難いっていうのが私の率直な感想ですけどね。自身の時には支部への寄付はあったものの裏金の要求はなかったと話す米山さん。直前にそんなに2,000〜3,000万ってそれはないと思います。そういう意味じゃ、その泉田さんの言ってる2ヶ月前に2,000〜3,000万っていうのは、それはあまりに不自然でしょう。ちょっと合法的に使うのが極めて困難な金額だと思うんです。こう不自然さを指摘します。こうした中、泉田さんは今日、今まで裏金の要求だけだったんですが、プラスですね、社会的信用を傷つけて人を貶めたりというようなこと、こういったことも付け加えた上で、これ除名を申し入れたいというふうに思います。裏金の要求だけでなく、虚偽の発言があったことも付け加えた上で、県連に星野県議を除名するよう申し入れる考えを示しました。一方、今日正午ごろ、泉田さんより先に県連に申し入れを行ったのが自民党長岡支部です。選挙区支部長差し替えについてのお願い。星野県議が支部長を務める長岡支部が申し入れたのは、泉田さんの5区支部長の解任。長岡以外の支部の意見を取りまとめた上で、支部長を差し替えてほしいと申し入れました。この4年間の政治の活動、あるいはその選挙に対する真摯な対応がなかったと私ども思っております。今後は県連の対応が焦点となりますが、少なくともやはり有権者に新潟県の印象は非常に悪くなった。冷静にここは両方者の言い分をきっちりと聞きながら、できるだけ速やかにというのは
来年の知事選、参議院選挙等々に影響が少ないように、処理を図りたい、解決をしたいと。県連は2人から意見聴取した上で年内にも何らかの対応を取る方針です。